ちなみに、この「な」のここ、はいはい、ここは私、ひらがなの「つ」の意識で書いてるんですよ、完全に。あはい、こう来たら、はい「つ」ってこうですよね。あはいはい、そう、「つ」の形が実はここに隠れていると。 そのきれいに見える理由を探ってみると、実はこれってひらがなの「つ」の形だったんだみたいな、はいで。もちろんこれ、なだけじゃなくて、こんな感じで、はい、あここにも「つ」が隠れてるんじゃないかとかって感じ。面白いですよね、なんか隠れてるんですよ、実は。